おはようございます。ジンムです。今日はリブリーをやっていきます。リブリーがどんどんアップデートされて、めちゃくちゃ神な新機能や可愛すぎるガチャがね追加されているので、そちらをチェックしていきたいと思います。ということでジンムのホムとアイランドとリブリーたちを見てください。めちゃくちゃ可愛くないですか？最近のお気に入りはこの髪型です。髪型さ、結構着替えるコツがあって、アイテム、ファッションを選択して、ヘアを選択するんだけれど、このセットを選択すれば、ガチャで引いた髪型を一括でね、変更できるんだけれど、それだけだとワンパターンになってしまうので、まず前髪を選びます。でジンムはこのクセッケおてんばツインがお気に入りなので、この前髪を選んだ後、後ろ髪をね別で選べるんですよ。でこれで可愛い組み合わせを見つけて、いろんなね髪型のパターンが楽しめるという、これねジンム最初気づかなかったので、是非知ってほしいポイント。どうやらこのね前髪の色によって後ろ髪の色もこんな感じで変わるみたいです。いろんなね色味の組み合わせを試してみるのがとてもおすすめです。この短めツインテールも可愛いよね。これにしようかな。そして追加されたばかりの新機能の紹介です。このリブリーちゃんのね色をね、みんな一生懸命自分好みの色に変えてると思うんですけれど、何をあげたら好みの色に変わるのかがよく分からなかったと思うんです。そこでこのお世話画面の RGB ボタンを押すと、なんと現在の体色の RGB 値が表示できるようになりました。イエーイ。いやこれめちゃくちゃ便利で、こっからどこのパラメータをいじれば理想の色になるのかを、こうやってちょこっとずつパラメータ動かしてみて確認して、でその色に近づけるための餌をあげるみたいな感じで色調整をしていくと便利です。ジムは今もうちょっとだけこう青を減らして、パープルなんだけどピンクが入った子にしたいので、青がマイナスになるやつを選びたい。これかな。まずアリさんをたくさん買ってマイナスにした後、赤と緑をプラスにする的なね、そんな感じであげると理想の色に近づくかもしれない。黒を3個ぐらいあげた後に赤と緑を同じぐらいあげると、あ、可愛い色になった。ちょっと白っぽくなりましたね。いやこんな感じで色調整するのもすごく楽しいので、どんどんねやっていきたいなと思っています。この辺りの新機能は設定画面のこのメールボックスで確認できるので、こちらをね要チェックするといいかと思います。あとジンムは公式 Twitter も見ているので、そちらでチェックしております。前回の動画で家出したリブリーどうすればいいのって話をしたんですけれど、家出のリブリーちゃんに餌をあげることができるようになったそうです。ただね返してあげたいよね。家にどうにか島主さんが迎えに来てくれますように。で今回もリブリー生成やっていきます。変身薬たくさんたまりましたよ。まずは前回も言っていたこの子ですね、オーガくん。いやこの子生成してみたいんだよね。なんか木の実とんでもなく溜まってしまいましたどうしようかな。どの子を変身させよう。とりあえずネオベルミンの生成に成功と。おお顔が出てきました。うわお、大ガイ結構怖いねゴリゴリにこっちを見てそうな目だわ。お口もなかなかにゴリゴリや、髪もなかなかにゴリゴリや、ゴリラ的な。うわエクスって何これ、モヤモヤって人で体。おー結構手に入りましたね。やったね。うわなんかつけてみてるんだけど結構大変なことになるうわゴリラや、なかなか強烈。リフリーね変更する前に元々の格好、ここの保存ボタンでマイコーで保存ってしといてから、さっきのゴリラみたいなやつに変更すると、このマイコーではねいつでもこうやってパパパッと着替えられるので、保存しておくことをおすすめします。はい、こんな感じになりました。大賀コーデちょっと怖いね。でこの肌の色なんだけれど、大賀コーデみたいにリブリーを元としたアイテムたちは、ジンムが先頭にしているリブリーのこの子の体の色が服に反映されるそうです。なのでちょっと紫っぽいピンクの色に服の色が変わっております。じゃあオーガくん召喚したいけど、もう変身させる子いないんですよね。あ、そういえばパキケちゃんもね追加したんですよ。じゃあちょっとぴょん太郎変身させちゃうか。またすぐ会えるだろうしね。じゃあぴょん太郎をオーガくんに変身といきます。ドゥドゥン。すごい変貌っぷりだよね。うわ、キラキラっとして跡形もないよ。跡形もない。うわ、でかー、めちゃくちゃでかーい顔もねお揃いな感じで、あ、掴むとなんか変なポーズ取るんだけど、何これ、めっちゃかわいい。あ、そしてなんかさ、オーガくんを先頭にして友達の島に行くと面白いことが起こるって聞いたから、それやりたいな。先頭のやり方は保管庫を開いて並び替え、こんな感じですると良いらしいです。で、先頭にした子たちがフレンドさんの島に行く時に連れてってくれるので、こんな感じでと運ばれちょるわ。完全に運ばれちょる。同じ顔なんだけどな。面白すぎますいいね、オーガくん。すごいいいキャラしてるけど、ちょっと本当にでかすぎてさ、何も見えないわ。しかも名前がぴょん太郎なのかね、ちょっと面白いんですよね。これ保管庫もう一個作んないとだな。まだね、作りたい子いるんですよ。まずね、この子、ブラックドッグくん。この子もね、レシピ溜まったので生成していきます。犬のようなリブリ。視力が弱い代わりに嗅覚が発達しているそうです。なんか可愛いよね。生成と。で、アイテムはででん。リップをギザギザ。髪の毛、うわ、前髪、長、なんも見えん。エクステ、ほわほわしてるね。体、真っ黒や。あー、かわいい。ブラックドッグテイル。いいね、いいね。変身していこうか。あー、ブラックドッグくん、目見えないから目ないんですね。なるほど。で、リップがギザギザ。結構かわいいんちゃう？尻尾。尻尾いいね。なんかすごく陰キャみたいになりました。いい感じ。あ、待って、オーガくん掴んだら変な鳴き声する。おわん、ほわん、ほわん。鳴き声もかわいいよね。まあ、なんだかんだでジムは一番この角リムルくんが好きなんだけど。さあ、さあ。で、パキケちゃんはかわいいの。キュキュキュ、キュキュキュ。いや、いいな。保管庫足りない。どうしよう。じゃあ増設しようか。1000ゴールド使っちゃうけど、まあ、課金しようかな、そろそろ。たくさんプレイしたしね。よし。で、これで、迎え入れるで、新しく迎え入れた子を変身させようと思います。ブラックドッグに行きます。でででででーん。わお。本当に跡形もない。この子、色変わるのかな？真っ黒やんね。うわ。うわーみたいな結構激しく泣きますね。え、この子色変わるの？あ、後ろの部分が変わるんですね。顔面は変わんないけど。なるほどね。かわいいね。いいね。なんだろう、悪役が揃ってきた感じがありますね強そう、みんな。あと今回追加されたソニモグリ、この子もね生成できちゃうんですよね。とりあえず召喚は後にしてネオベルミンだけ生成しよっかな。アイテムもらえるしね。なんか鼻がシュールだな鼻シュールじゃない？鼻なくそうか、ちょっと。あ、鼻なくすと結構かわいいかも。これで OK。 おー、いい。素朴な感じの子で釣り目の感じがいい。あとアイメイクあったな。これさ、新しく入手した順に並べてほしいんだよね。そう思いませんか？どれが入手したかわからんっていうね。あ、これか。あ、スプラトゥーンみたいになった。そう、ジム実はね昨日ねスプラトゥーンを始めたんですよ。今更すぎる。そんなに強くないんですけど、いつか遊べたらいいな。ということで、こんな感じです。ソニモグリくんも生成したいけど、ちょっと保管庫が足りないので、空いたらにしようかなと思います。あと、このモモスの P1？ これも生成できるね。生成しよう。なんかね、目がつぶらな瞳らしいよ。アイテムもらえるのかな？あ、これは特にもらえないんだ。で、あと手に入れてないのが、パキケちゃんのP2。これまつげがね2つらしい。普通のはこっち。細かいよね、違いがジム的にはツノリムルちゃんの派生が出てきたら絶対ね交換したいなと思ってます。はい、この子にも名前つけてあげました。ブルブルドッグ。あまりに震えすぎて静電気で電気が発生した犬という設定も付け加えましたこのね説明文考えるの楽しいよね。よし、じゃあお待ちかねのガチャ引いていきましょう。どうやらね、ガチャめちゃくちゃ可愛いらしいの、一番最新のが。てかね、3つぐらいね、更新された、前回の動画から。どんなペースでガチャ更新するんやって突っ込みたくなるレベルで、めちゃめちゃ猛スピードでね、ガチャ更新されてます。古いのからチェックしようか。前回この南国パラダイス見たんですけれど、この古の骨と花の島、こちらですね。こちらが1つ目。いや、かわいいね。骨ですよ、骨。なかなかエモい設定ですね。悩むな。これも引きたいし、ファッションもなんかすごい奇抜でいいんですよね。もう一個がね、このクリスタルの森。また全然違った雰囲気の FF っぽい見た目してますね。綺麗だわ、水色で。コーディネートイメージがこんな感じになっていますと。おしゃれやな。おしゃれすぎる。ファッションもいいよね。この探検服っぽいのも可愛い。ピックアップアイテム、クリスタルの木。木をさ、自力で当てたことがなくって、フレンドさんからね、一つ送ってもらったりもしたんですけれど、ありがとうございます。自力で当ててみたいんだよね、しかして。頑張りたい。いやー、頑張って、ガチャ引くぞ。でね、一番噂になってるのが、本当に今日かな？今日追加されたこちらです。常夏の島かな？読み方。めっちゃ可愛くない？そもそも。うわぁ、可愛い。南国。夏っぽくっていいし、このね、見た目が可愛いんですよ。女の子の。コーディネートが可愛い疑惑があります。これめちゃめちゃ可愛くない？だって。目も好きだし、帽子も欲しいし、髪型も欲しいし、ワンピースも欲しい。これ絶対引きたいな。あー、ワクワク笑顔マウス、これも欲しい。ジムのアイコンみたいにね、口がパカーって笑顔なのも良いよね。これの服は絶対引こうかな。あ、でもこういう景色も結構いいかも。あ、このガチャに全力に振ろうかな。サメサメサメ、これも欲しいです、ジム。サメにハマってるので。ちょっとさ、引きたい。あ、他にもアロハシャツもたくさん。可愛すぎる。あ、好みのフロートで出かけよう。フロート持てるの？これ絶対欲しいわ。じゃ、これだ。ジムはこれにします。ちょっとガチャね、出すぎて全部ね、引けないので、もうね、欲しいのだけ絞って引いていきたい。アイランドはこんな感じで。わ、どれも可愛いし、ファッションも可愛い。まあ、最初ファッション引こうかね、やっぱり。欲しいのがありすぎるもんね。じゃあ、ファッションでガチャを回す。じゃあ、まず10連。割引されてるしね。引きたいと思います。さあ、来いよ。来いよ来いよ。一番レアなの。どうかな？お、シャツ着た。あ、ワンピース着た、やったー。絡まる V トップスかわいい。あ、ソーダフロートも嬉しい。アイスも嬉しい。コーラも嬉しい。N なのにめちゃくちゃ可愛いんだけど。コーラかぶった。かぶったよ。あ、クリームソーダ。全部揃っちゃった。おっと？リゾート。お団子エクステ。あー、かわいいけどなんかちょっと N ばっかり。なかなか当たらんのやけど、ちょっとガチャチケで単発回していい？単発でレア引くことあるからね。さあ、どうか？来い来い来いよ。あ、来た。ワクワク笑顔マウス、これめちゃくちゃ嬉しい。やった。めっちゃジムっぽいと思うんだよね。そしてもう全然足りないじゃん。ぐぬぬ課金だ。これがお買い得なのかな。ソニモグリお迎え券付きパック。音楽もあるけど、コインもお迎え券のケージもついてくるから、で、ケージ開けるの 1000GP 必要だから、これお買い得じゃない？これ買おうかな。はい、課金しました。やったぜ。ソニモグリお迎えもしましたし、あ、ケージも1個増えて嬉しい。入れ替えて見てみようか、ついでに。かわいい。モグラなのかな。キュキュって言ってる。あ、水やりもしとこう。いいねいいね。みんな新しくなっちゃった。お乳です。そして課金したのでガチャ引けるぞ。もう一回服引いていいかな。なんか帽子とかさ、その辺欲しいんですよ。まだ欲しいやつゲットできてない気がします。もう一回だけ引く。もう一回引いて出なかったら、次はアイランド引く。そうしよう。じゃあ行きます。みんな、ジムの運の良さに願いを込めてください。行きます。来い。一番レア来い。うん、なんか宝冠の数が少ない。あー、またかぶった。お、ピアスかわいいぞ。アロハシャツ、あれさっきと一緒。ああ、かぶってる。あれかぶってる。あ、水着嬉しい、水着嬉しい。あれマウスもかぶったし、あ、サンダル嬉しい。あ、かぶりまくっているけど、頭のりたこチーンちょっとこれはいまいちの結果なのでは。全然揃わない。ガチャ大変ですね。もしね、みんなかぶりがあったら交換しましょう。欲しいの教えてください。全部これが当たりました。難しいです。なかなか厳しい世界です。じゃあ残ったやつでアイランド引いていきましょうか。こっちでね、運を発揮するかもしれないから楽しみにしたいと思います。いきます。来い来い来い、激レア来いよ。どうかな。王冠は4つです。お、アンスリウム、あつ森でもあるね。口かけた柵、白い貝殻、おしゃれ。お、窓の見える、海の見える窓、逆やった。ボトルメール、ん、ダークオークのデスク、いいね。結構おしゃれなやつが手に入ってますけど。お、R も来ました。砂浜、もう一個 R 来るぞ。あ、あ、震えてる。あ、来ちゃーやったー、皆さん木をゲットしました。あ、やっと SR 自力で木をゲットすることができました。これは嬉しい。やったね。じゃあ早速ね、ゲットしたアイテムでコーディネートをしてきます。ちょっとコーディネートしたいんだけどさ、オーガくんがでかすぎて邪魔なんだよなオーガくん見えないんだよな。ちょっとしまっておこうか。ごめんねオーガくん。じゃじゃーん、できました。めちゃくちゃ可愛くないですか。まずはこのアイランドです。装飾はね、あんまりごちゃごちゃさせすぎず、今回手に入ったアイテムを中心に並べてみました。やっぱりね、木があるとね、印象がガラッと変わるのでとても嬉しいし、この島と、あとね、テーブルもゲットできたので、テーブルの上にちっちゃい島が乗っているみたいで、本当に可愛いなって思います。このシャボン玉は枠みたいな、フレームみたいなやつで、以前手に入ったアイテムなんですけれど、これは結構下が透けるので、あんまり邪魔せず装飾できるので可愛いなと思います。そしてジムのホムも見てください。めちゃ可愛くないですか。今回手に入ったこのワンピースとかサンダル、フロートのこれ浮き輪かな。いや、ジムクリームソーダとか大好きすぎるから飲めるの嬉しいので、このイチゴのフォークでがっつくみたいな印象でセットしてみたし、やっぱこのニコニコの笑顔が可愛いよね。口がポカーンって開いてるので、頭には手に入ったタコも乗せております。いや、めっちゃ可愛い。ちょっとオーガくん呼ぼうかな。いや、まあオーガくんやはりでかいんですけれどこんな感じでサムネでも撮ろうかなと思います。あ、そういえばこの子さ、色どんな感じに変わるんや。あ、結構変わるね、全体的に。なるほど。じゃあこの子の色もね、ちょっと変えてあげたいなと思っております。あ、待って、オーガくんにイチゴ食べさせる図、どうぞどうぞかわいい。その図いいですね。で、最後にね、ちょっとみんなにお知らせがありまして、フレンドの条件が200で困っているって話なんですけれど、すごく申し訳ないんですけれど、リブリーにはフレンドポイントという制度がありまして、このフレンドポイントが高い順に並べたり低い順に並べたりできるんですけれど、この友達のプロフィールのフレンドポイントを確認から見ることができて、フレンドに対して水やりや掲示板書き込み、プレゼントを交換することで、その人に対するフレンドポイントっていうのが加算されるそうです。で、本当に申し訳ないんだけれど、たくさんフレンドを待ってくださってる方がいるので、2週間の間フレンドポイントが0の方はフレンドを外させていただくことがあることをご了承ください。そしてまた新しい方をお呼びして一緒に遊んで、また0の方がいたらまた新しくフレンドにしてという形にしようかなと思います。もし2週間忙しくて0だった、ごめんなさいって方はもう一度申請してもらえれば、順番が回ってきたらね、承認するので、よかったらお願いします。というか、やっぱ200枠は少ないので、ぜひ運営さんお願いします。というか、この方めちゃくちゃ可愛いな。うわぁ、可愛い。遊びに来たんだけど水やりをしておこう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今後もリブリーの最新情報やガチャ回し動画など投稿していくので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンのポチリをお願いします。ジムは Twitter もやっているので、概要欄からフォローしてもらえると嬉しいです。それでは、ジムでした。バイバイ。掲示板の書き込みもみんなありがとう。バイバイ。